こんにちは、大家さん専門税理士の渡辺浩二です。今日ですね、ちょっと駒崎さんと一緒に対談をしたいなと思うんですけども、はい、何かというと令和5年度の税制改正大綱が、まあ、発表されたわけですよ。でその中でやっぱりこう目玉というかですね、改正の目玉としてNISA、はい、ここの改正が、まあ、大きく取り上げられているわけなんですけども、いまいちですね分かりづらいと。そうですね、NISA分かんないなと、はい、不動産投資は分かるけど株式投資あんまりちょっと分かんないなと思ってですね、はい、ちょっとそこら辺を詳しく解説してほしいなと思うんですけども、はい、どのあたりが変わったっていう感じですかね。はい、そうですね、まずその今までNISAというのが一般NISA、積み立てNISA、ジュニアNISAっていうのがあってですね、なんかいっぱいありますよね。いっぱいあるんですね。よくわかんないですね。よくわかんないですよ。制度も違うし、枠も違うんですけど、でそれはまずジュニアNISA終わっちゃうんですけど、あ、終わりなんですね。はい、で積み立てと一般がまあ一本化されるイメージなんです。はい、なんでどっちかを選ぶっていう必要がなくなったっていうのがまず分かりやすくなりましたね。なるほどなるほど。はい、あとはそのそれぞれですね、その制度が始まった時期がずれてるんですけど、買い付け時期が例えば一般とかジュニアNISAをですね、2023年度までの買い付け分しか非課税枠使えませんよっていうのがあったんですけど、それをまあ延長していくっていうような話でいたんですけど、まあそれが高級化ってことなので、あの一応今の税制改正の内容だと日本でまあNISAをやるんであれば、今後どのタイミングで始めてもまあ、非課税で買い付けできるっていう高級化っていうのがありますね。なるほどなるほど。はい、で3つ目はこれ大きいのが非課税の期間ですね。一般が5年、積み立てが20年っていうような非課税の期間があったんですけど、これがずっと非課税と。なるほど、つまりどのタイミングで売却しても非課税でいいですよ、いいですよっていう。それいいですね。これすごいいいですよね。これいいですね。はい、もうこれ最大のメリットだと思いますね。あ、なるほど。はい、なんとなくこの非課税の期間終わっちゃうから何か売らなきゃみたいなところに習っていいってことですもんね。そうなんですよ、はい、しかも長期的に見たらやっぱり上がるみたいな株も多いですもんね。はいはい、そうですね、まあ、長期的にやっぱ15年以上は運用した方が各確率も高くなりますので、はい、そういった意味でもいいですね。なるほどなるほど。はい、まあ、今までもですね、一応、まあ、例えば一般NISAであれば5年間非課税ですと、でそれでも売却せずに例えば15年後に売却するとするじゃないですか、そうすると最初の5年間の値上がりはもう非課税が確定した状態で、6年目から15年目までの値上がり益ですね、それに対して課税っていう感じだったんですけど、まあ、そこもちょっと分かりづらかった、ね、分かんないですね。普通の人は分かんないですよね。分かんないですよね。はい、なんでそこはもう一通りもう非課税になるというところがまあ大きなメリットですね。なるほど、はい、そうですね。はい、あとはあの購入の枠ですね、はい、やっぱこれはまあ家計に余裕がある方にとってはまあメリットが大きいんですけども、まあ、今まで積み立てNISAは年間40万円までは非課税で買い付けできますと、一般は120万円ですとっていう枠が大きくなりましたと。で積み立てNISAの部分に関しては、年間40万だったのが120万に3倍に上がって、一般の120万円は240万円に2倍に上がって、でそれを一本化してますので合わせて360万円まで年間買い付けが非課税でできると。うーん、なるほど、はい、なんでまあ月30万円ぐらいの積み立てというイメージもできるようになりましたと。はいはいはい、という感じですね。はい、その一本化されたと言いながらも、はい、その一般化積み立て化は残るっていうことですか。残ります。あ、はい、そういうことなんですね。そうなんですよ。はいはい、なのでこれ実はの昨年ですかね、昨年か2年前の税制改正で、今後は積み立てNISAの部分を一つファンドに入れなきゃいけないですよみたいな感じになったんですけど、まあ、その名残はちょっと残っていて、なので、まあ、例えば月30万円積み立てをするにしてもですね、それが積み立てNISA枠で年間100円しますね。はい、で成長投資枠という一般だったものを成長投資枠っていう、まあ、名目変わったんですけど、その枠が240万っていうことですね。なるほど、はい、なので、まあ、積み立てNISAに対象の投資信託っていうのは、これはまあ金融庁が決めてるんですけども、必ずそれはやっぱ買わなきゃいけないと。ね、あ、それを買いなさいみたいな。そうですね。はい、それなんか、はい、思惑みたいな入ってるんですか、政府の思惑みたいな。まあ、そうですね、あの多分ですね、投資信託って6000本ぐらいある中で、はい、やっぱり投資初心者の方日本人多いので、うん、どれ選んでいいか分かんないと思うんですね。うん、なのでなるべく手数料低いのと、あと長期でやっていけばある程度の、まあ、年率は期待できるもの、その辺を、まあ、金融庁が選んでるので、まあ、そこは一つ、まあ、一つというかですね、購入の枠に入れてほしいっていうことですね。はい、
まあ、じゃないとマックスでは買えないということですね。なるほど。そうそうそう。なるほど。はい。でちょっと今の話のちょっと、はい、と、まあ、ところなんですけども、うん、そのマックスっていうところの、うんうん、一応生涯の、買い付けの、購入枠っていうのが一応できましたと、はい、でこれも途中までそんな話なかったんですけど、うんうん、まあ、公明党さんの一部の方からそういう話が出たみたいで、そうなんですね。なんでこれはちょっと資産家にとってはなんで出すんだこの話っていう感じですけど、うん、まあ、年間ではないですね生涯で1800万円までの買い付けまではNISAのその非課税枠で使えますと、うん、はい、っていうのが一応できてしまったと。なるほど、はい、なので毎月30万円できる方年間360万円なんで、うん、まあ、5年で1800万円の投資ができてしまうっていう感じなので、それ以降の部分に関してはこれは非課税ではなく課税の普通の口座という感じですね、はい、なるほど、はい、で一応あとはその生涯で1800万円っていうふうになったんですけども、うんうん、途中その生涯で途中で売却した場合には、はい、買い付けの枠がちょっとまあリセットというかですね、うん、枠が開くっていうこともできるようになりましたので、まあ、そこは一ついいのかなと思いますね、うん、なるほど、はい、これなんか1800万ってあれですかね、はい、2000万円不足問題になんかちょっと対応したみたいな、はい、そんな感じがしますよね。なんかそんな感じですよね、はい、2000万円を、はい、用意すればいいでしょう的 な、 なんかそんな枠ですかね、はい、枠ですよね、はい、だからあんまり利回りが取れなくても、まあ、2000万円ぐらいはいくんじゃないかっていうイメージでもし作ったのではないかなっていう感じがしますよね。なるほど、はい、まあ、数パーセント取れれば1800万投資してれば2000万ぐらいはいけますので、うん、はい、そんなイメージに思いますよね、うん、なるほど、はい、なるほど、あの増税をするっていうところもあるじゃないですか、はい、防衛費を、ね、はい、増税するっていうところの、はい、まあ、その反対側でこの所得倍増計画みたいなことで、はい、このNISAの、この、ね、非課税枠とかをこう、はい、ね、広げたっていうところはあるんでしょうけども、はい、本当にこれ倍増すんのかいっていうところがちょっと怪しいところで、はい、結局NISAもですね、その売却益の非課税っていうところは取れるんですけども、はい、結局マイナスが出た場合のメリットというか、はい、まあ、本来であればNISAじゃ なければ、うん、まあ、損益通算でいって、はい、プラスが出た株とマイナスの出た株とこう相殺できるとかっていうのがあるんですけど、はい、それができなかったりっていうところの、はい、デメリットはあるので、はい、果たしてこれは、ね、NISAやった方がいいのかどうなのかっていうところが、はい、なんかよくわからないっていうところがあったんですけど、はい、今回の制度ができたっていうところで、はい、やった方がいいんですかね、これは。やった方がいいと思いますね。やった方がいいですか。はい、はい、まあ、やっぱりやった方が、うん、あの利益入れた時の、まあ、部分を考えればいいので、やっぱ短期売買って考えてしまうと良くないと思うんですけど、うん、やっぱ15年以上これは長期で運用していくってことを考えれば、うん、まあ、確率的にはですね、うんうん、ある程度の利回りが期待できると思いますので、そういった時には利益が非課税というのは大きいかなと思いますよね、うんうん、さっき の、 その改正で、はい、どのタイミングで売っても非課税ですよっていうのは、これ大きいってことですね、はい、大きいですね、はい、ただやっぱその所得倍増プランっていう話は私もちょっと疑問があって、所得じゃなくて資産倍増だと分かるんですよね、はいはい、結局増税してるんで所得は減ると思うんですよ確かに可処分所得減っちゃいますよね、うん、はい、だそこはちょっと名称的にはちょっと疑問ですよね、うん、はい、なるほど、はい、そうするともうこれを機にNISAやりましょうという感じですかね、はいはい、そうですね、ただまあやるにあたっては、うん、まあ、これは一応その成長投資枠と、まあ、積立枠っていうのがあるんですけども、うんうんうん、あの結構皆さんですね、誤解されている方はその成長投資枠っていうのは今まで一般なんですけど、うん、これで投資信託の積立ができないと思っている方が結構いらっしゃるんですね、うん、実際投資信託を一括じゃなくて積立でもできるんですよ、うんうんうん、はい、でじゃあ積立NISAとの違い何かっていうと、うん、積立NISAの場合はいい部分もあるんですけど、うんうん、デメリットもありますと、うん、でデメリットはなぜ何かというと、実は株式投資信託しか買えないので、うんうんうん、要はまあ、外国債券とか日本債券とかですね、うん、それだけに投資している投資信託って買えないんですね、うんうん、はい、積立NISAの要は今200ぐらい本数あるんですけど、はい、その中にないんですよ、全部株式が入ってます、株式が入ってしまってる、はい、そうです、なのでということはちょっとリスクがあるっていう理解ですよね、はい、はい、全部リスクがあるものしか買うことができなくなる、なるほど、積み立てNISA買ってると、はいはいはい、はい、でも一般だと債券にしか投資しないもの、うんうん、国内債券だけとか、うん、海外債券だけとか、うん、それも新興国の債券だけとかっていういろんなファンドがあります、うんうん、はい、なので実際にはその、まあ、今後でいう成長投資枠の方が、まあ、ちゃんと分散投資ができますと、うん、はい、なるほど、まあ、一般的には、はい、債券の方が、はい、リスクが少ないと言われる、はい、っていうところですね、はい、まあ、基本的に株式と債券が逆方向に動くのが通常なので、なのでそれは皆さん投資のスタイルっていうのを診断すると、
100% 株式ってなる人ほとんどいないんですよ、うんうん、どれだけ積極的に投資したい人でも、うん、やっぱ債券の一部、うんうんうん、はい、まあ、外国債券を 50% 入れた方がいいとかっていうのは診断とかでできますので、うん、はい、なので本当分散投資するんであれば、まあ、成長投資枠を入れてほしいと、うんうんうん、はい、なるほどなるほど。で、まあ、積み立て投資枠の部分に関しては株式型のものしかないので、まあ、その中から株式型の投資信託を選んで債券型は成長投資枠の中で選べるものっていうふうにやっていってもいいかなと思いますね、うん、なるほど、はい、それが今までは別々だったんで、うん、積立 NISA を選ぶか一般を選ぶかだったんですけど一緒になったんで、うん、まあ、それがやりやすくなったっていうのは思いますよね、うん、はい、難しいですね。でも、まあ、それでも難しいんです。難しいですね。選ぶのが逆に言うと難しいかなって思いますので、なので選ぶのがなかなか難しいので、はい、そうですよね、はい、うん、だから、まあ、やった方がいいっていうところはあるにしても、はいはい、何を選んだらいいのかっていうのはやっぱり専門家に聞いた方がいいっていう感じですかね、はい、まあ、特に例えば10年ぐらいしか運用しないとかってなってくると、うん、もう債券ぐらいしか正直おすすめできないんですね。確かに、はい、うん、分かんないですもんね。分かんないです、はい、10年後に、ね、はい、下がってるかもしれないっていうところがあるとちょっと怖いなっていうところがありますもんね。はい、でも15年以上やってると大概はですねそれまでに、まあ、利益を上振れしてですね、うん、でそれでまあコロナショックのようにぐっと下がっていても、まあ、ある程度元本近くの手前で止まっているケースが今までの、まあ、統計的にはそうなってますので、やっぱ15年できない場合に関しては、うん、まあ、これは積み立て投資枠じゃなくて成長投資枠のものを選んだ方がいいかなっていうふうに思いますね、うん、なるほど、はい、まさきさんに相談するってことですね。もう個別にやっぱり、そうですね、人によってやっぱ違いますので。違いますもんね。だって一律に言えないですもんね。はい、そうなんですよ。あなたがどれぐらい運用できますかっていうところにかかりますもんね。はい、なるほど。なんでまず積み立てがいくらできるのかっていうものもありますけど、はい、年収とか今の金融資産とか、あと家族構成によって、やっぱ自分のリスクって違うじゃないですか。うん、はい、なのでそこはその人それぞれのリスクに合わせて分散しないと何があるかわからないので。うんうん、はい。ということですね。はい、あとはその長期でできない人はやらない方がいいですね、うん、あ、そういうことですね、そういうことですね、はいはい、今の状況でいくと例えば国債とか買った方がいいですね、うんうん、はい、まあ、日銀さんの話とかで、うんうんうん、はい、長期金利上がってますので、うんうん、そういったものもちょっと狙い目かなと思いますね。なるほど、はい、ありました、はい、まあ、大枠はやった方がいいんですけども、はい、あなたの資産状況とか、はい、どれぐらいの期間でやるかというと変わるので、はい、そこら辺をちょっと専門家に聞いてくださいと、はい、そうですね、いうことで、はいはい、ぜひ小林さんの方にも、はい、ご相談いただければと思います、はいはい、ということでありがとうございました。はい、ありがとうございました。